新学力館は臨時教育審議会答申や1987年の教育課程審議会答申で提起され、1989年改定の学習指導要領に採用された学力館のこと。旧来の学力館が知識や技能を中心にしていたとして、それに変えて学習過程や変化への対応力の育成などを重視しようと考える学力館である。 新学力間では、児童、生徒の思考力や問題解決能力などを重視し、生徒の個性を重視するとしている。学習内容については、体験的な学習や問題解決学習などの占める割合が従来よりも多くなり、評価についても、関心、意欲、態度を重視する方向を打ち出している。それに伴い教師の役割も、旧来の指導から、 支援、援助の姿勢への転換を打ち出している。進学力観が提起された社会的な背景として、社会の急激な変化が挙げられる。社会の急速な変化が、奇襲内容をすぐに古いものにしてしまう、という問題意識から、変化に対応する諸能力を重視するという考え方が提起された。一方で進学力観に対しては、基礎、基本を軽視しているため、 学力低下の原因となっている、関心、意欲、態度の客観的評価は困難で、授業での挙手回数などの形で、関心、意欲、態度を図ることになり、新たな歪みを生んでいるなどの批判も生まれている。学力低下論の論拠の一つともなっている、OECD 生徒の学習到達度調査。 いわゆる PISA 調査であるが、その出題傾向を見ると、むしろ PISA が見ようとしているのは、新学力感が言うような意味での学力に近いと、教育学者の藤田秀則は指摘している。藤田秀則、義務教育を問い直す、ちくま新書、2005年。ありがとうございます。